はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、マイヤーズラムの、マイヤーズのダークラムと、スーパーカップ。こちら、ですね。バニラに、スーパーカップのバニラに、このマイヤーズのダークラムをかけたら、うまいか、検証してみた。みたいな。ノリで。いや、絶対うまいって。もう 100% うまい。っていうのはなんとなくわかるんですけど。あえて、ちょっとやってみたい。ということでね。やってみたいと思います。硬いですね。よっこいしょっと。硬い。でもね、スーパーカップはね、俺個人的にバニラが好きなんですよ。というより、スーパーカップ以外のバニラは、知らない。というか、もうメジャーすぎてね。あまりにこのスーパーカップのバニラが、もう超絶メジャーすぎて、それ以外ほぼ買ってないですね。だから量が多い上に、一番多分スーパーカップのバニラが一番ね、バニラ味のやつでコスパがいいんじゃないか。ていうか一番量が多いんで、ただ、買ってる感じですけどね。じゃあ、かけてみたいと思います。ふい。よし。はい。おー、いい香り。いただきまーす。うん。お、強烈。ああ。だいぶあれですね。ちょっと量多すぎたかな。うん。なんか苦味が出てきたね。うん。ちょっとだいぶ苦いですね。甘さが、だいぶ負けてるのか。なんか、苦味が出てきた。これはあれだな。ちょっとこう溶かして、量少なめの方が良かったかな。ちょっと入れすぎたかもしれない。でも美味しい。うん。うん。ああ、これうまいわ。うん。うん。うまい。うん。ポイントとしては、若干量少なめに入れた方がいいな。これ。完全にバニラの甘さが、だいぶ負けちゃうんで、ちょっとバニラを多めに入れまして、ですね。ちょっとこう混ぜて、いい感じ。これはでも、非常に美味しいでしょ。これはやはり。うん。大人な。まさに大人なデザートみたいになってる。うん。このね、バニラと、混ぜたことによって、このストレートで飲んだ時と違って、非常に苦味が出てくる。そこがまた、うん、特徴的で、美味しいです。うん。これうまい。これうまいなぁ。
これほどまで酒、アイスに酒、ウイスキーとか、あれなんかな、合うんかな、やったことねえけど。まあ少なくとも香りが強ければ、割といいんじゃないですかね。香りが強い。まあスピリッツ系の、ジンとかでもいいだろうし。どうなんですかね。まあそこら辺も今度試してみよう。ウイスキーと、ジンと、ウォッカは多分合わないと思うけどな。あ、うまい。あ、うまかったです。ごっつおさんでした。5つ星。これうまい。確実にうまい。それではご視聴ありがとうございました。